インセクト級砲艦は、イギリス海軍が第一次世界大戦前に最初に建造した砲艦の艦級である。ドナウ川作戦への投入を目的に整備されたが、イギリス軍によるドナウ川作戦は正規せず、打戦線で用いられた。本級は、艦名が全て虫の名前であるために、インセクト級と呼称される。本級の戦隊形状は、 河川で使用するために還元の低い平ら乾板型であるが限定的に沿岸航行も可能とするべく、艦首と艦尾の身しのげな未を良くするために甲板が高められた独特のデザインとなっている。この工夫のおかげで本級は河川砲艦ながら限定的に外洋航行が可能となり、コンパス作戦などの戦時には艦砲射撃に従事できた。干渉乾板から 前向きに手法として、全土球戦艦、フォーミダブル級の複砲にも採用された、マークセブン1 5 2トル砲を、単層砲画で一機を配置、甲板一段分上がって7 6 2トル広角砲を、単層砲画で一機、その背後に、箱型の環境の背後に、簡素な短脚式の前、小柱が立つ。環境構造の背後から一本煙突が立ち、 煙突の周囲は関西艇置き場となっており、関西艇用のボートダビットが片源2本1組で計2組で運用される。煙突から後ろは後ろ向きに15.2センチメートル手法1機が乗る。鑑定部はスクリュー軸を埋め込むためにへこまされ、同様の理由で舵も3枚の小型のものに分散されて少しでも浅い場所でもスクリューや舵を家庭にすらないように工夫されていた。 ありがとうございます。